これ麦ね、あのハンドルでやってるんだよ。だってマリオカートだもん。それが醍醐味でしょう。無免許運転よ。無免許ねえ、なんでこんなにキラー多いの。ねえ、はマジ。あはは、仲良い。いや、虹さんにいること忘れてがっつり仲良い立てちゃった。あ、すごい、ここいない。ゲモさん、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。勝ったね。勝ったし、うん、結構ちゃんと勝ちましたよ私。いや本当、普通によく戦ってちゃんと勝ちましたね。そう、いやなんかね、めちゃくちゃ嬉しかったです正直。いや素晴らしい。ちゃんと練習してましたもんね、うん、練習しました。お、素晴らしい。そう、あともう一個練習したものもあって、ほう、ヨッシーの声真似なんですけど。あ、なるほど。ちょっとやってもらっていいですか。はい、あ、わかりました。じゃあ、いきますね。ちょっとお茶。どうぞ。でーどん。ザ・ビッグ。出ました、出ました。もうこうしておきます。ね。皆さん知ってますか、彼女はでかいだけじゃありません。彼女が大きいのはそのスキルもそうでございます。スキルも XL、X、あの、アルスアルマル。そう。アルスアルマルはね、本戦で、本戦でね、1位で、正直言ってめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強いです。ね。その大きさは顔だけではございません。しっかりとスキルもつけて、だからこそ、巨神 XL 上司です。ゴー！そう、もうここら辺はお茶の子さいさい。てめえクソがよ、なにその面、鼻長くない、死ねよ。いくぞー、うん、せーの、いーち。あれよ、じゅんいち、じゅんに、うん、この配信を見てる GT 君へ誕生日おめでとう。人の配信を掲示板にするな。見てるか GT 君、この友達に言っといて、人の配信を掲示板にするなって言っといてください。誰だよ GT 君、ドラゴンボールか。月刊揺れる回る揺れる切ない気持ち、二人で一緒に眠るウィンターラー、あなただけ見つめて、私だけ見つめて、明日を誓う、ギュッと抱かれ燃える恋心、激しく舞い散る勇気に包まれて、永遠に愛してる、誰より愛してる、ずっと、エターナル。俺あれだから、邪魔されるために俺電流流れる部屋に閉じ込められてるから、本当にやめてください、死んじゃいます、すいません、やめてください、お願いです、死んじゃい、あーやばー、死ぬ、お前ら人殺しになる気か。その圧倒的な脊髄反射は見る者の思考を置き去りにする。山神のカルタ、負けるわけがあるか、脊髄反射の風神、山神カルタ。え、でもなんか、身体測定のね、うんうんうん、あのさ、なんかこう座ってさ、手をまっすぐ、なんか上座体前屈だ、そうそうそう、うんうん、俺だけはね、誰一人、誰より上手だった。すげえ、これで柔らかいんだね。そうだよ、骨は硬いけど。あ、
何がいいかな何になるんだろうな。コメントであったところ、VR ホラーか。うん。3D、リングフィットか。かぁ。かぁ。二人でチューリングラブ。あー、いやー。いや、これ二人でチューリングラブも、いいんじゃないんですか？あれ？それが一番いいの？それがいいの？本当に？ねえ。でも、チューリングラブでも、まるまるはさ、やっぱりさ、うん、X と歌わなくていいの？なんでそっちなの？なんで？やっぱりそこを望んでる人もたくさんいるんだろうなって思う。いや、で、歌わないっしょ。歌わない、歌わない。あ、確かに歌ってるとこ聞いたことないな。うん、ないないない。鼻歌ぐらいでも。じゃあ、うん。エクスアルビオに、チューリングラブ歌いませんか、チャット。はぁ、今今ちょ、すいませんねぇ。アキくん、アキくん好き好き、はっ、あぁ、あぁ、好き、アキくん。何ですかね何か意図が、あ、おい、これじゃね、これじゃね、ほら、おい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 、お前ら藍園まなみさんじゃないか。え、違う、11人いる。え、ちょっと待って、おかしいな、10人なんだよ、イレギュラーなんだよな、マジで。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10、なんかおかしい、なんで、誰、じゃあ誰、このこのブス、誰このブスこいつ誰、おい誰だ、突破してこれたやつ、奇跡的に。なんでリスナー入ってこれんの、だって、え、おい誰だこのブス、帰れブス、ちょっと、これどうしよう。僕幻のシックスメンって今回歌ってんだよ。幻のイレブンが、11人目のストライカーが現れた。ちょっとこれで剣持ち抜けたら10人じゃない、いや10人になるのが正しいんじゃないんだよ、偽物がいるのが間違いなんだよ。誰？誰？キリトと歌いたい曲、歌うか。まったくわかんないけど。これってもしかして？あー、恋の定義がわかんない。よう恋してる。一人で歌ってる。まず普通の計算も解けない。 I know、 もう大抵の先生で丁寧に出して解けるのに、キリトが歌ってる感じがする。継承いつ明瞭、マジモーションは相対的無性。あの、なんて、なんて送ったらいい、なんだろう、わ、なんかすごく中学生の時を思い出す気分お前送れよみたいな。なんて言ったらいいですか。いい先輩。いい先輩。僕とチューリングラブを歌いませんか。ダメだったらお願いマッスルでもいいです。お返事待ってます。歌いませんか。ダメだったらお願いします。マッスルでも、これお願いマッスル出ちゃったらやだな。やったー、
送りました。キャSo let me teach you.